アナキッド仮面。国道、国道とは日本の国道の俗語で、一般国道のうち乗用車による通行が困難であるなど、文字通りひどい状態の国道を国道の読み国道閉じに引っ掛けて揶揄するものである。この物語は無謀にも R34GTR V スペック2 であの有名な国道旧天城街道を走り、旧天城随道を目指す男のロマンが詰まった国道チャレンジである。ふう、最高。 Hey guys, we have a gift for you。 どうも皆さん、 PJ とっつぁん坊やです。今日は荒北仮面アーカイブスより、若かりし頃の PJ とっつぁん坊や荒北仮面が無謀にも超高級ジャパニーズスポーツカー R34GTR V スペック2で、なんと有名な国道旧天城街道、そんなやばい道を走って、そして頂上にある天城随道を拝もう、そんな志で無謀にも挑戦した荒北仮面のとっつぁん坊やの過去の栄光を見せつけていこうと思います。そしてその前に、まずはこちらの河津七滝ループ橋、これ皆さんご存知ですよね。弱虫ペダル、箱根学園ファンだったら知ってると思います。このループ橋、なんと箱根学園3年生追い出しレースの際、真波山岳と東堂陣八、この2人の熱い男のトークが展開した場所です。ここではインターハイで小野田ちゃんに負けてしまった真波くん、まだ何かを引きずりながらこの卒業生追い出しレースに参加していました。それに気づいて、眠れる森の BK、 山の忍者こと東堂陣八が言っておいたぞ、自由に走れと、マナミ、この名言をマナミ君に授けて卒業していった素晴らしい場所なんです。ここ弱虫ペダル聖地巡礼なんです。国道を楽しみながら弱虫ペダルの卒業も楽しめるこの河津、とってもおすすめです。皆さんいつか行ってみてください。コロナウイルス感染拡大が収束したら、皆さんもこちら河津七滝ループ橋、そして伊豆の名所でもある天城峠、旧天城随道と、ただし何が起ころうとも PJ とっつぁん坊やは責任は負いません。国道を走るということはそういうことなんです。国道すなわち乗用車で走ることが困難な道なんです。なので何が起こっても構わない、チャレンジャー、男の中の男、男のロマンを目指すなら行ってみてもいいと思います。ふう、死の後の行っていても仕方がないので、旧天城街道の入り口までワープです。見えてきました、看板を見てください。右に行くと天城峠、わお、危険な香りしかしません。いきなり鋭角なカーブです、わお。そして何ですかこの錆びれた感じ、看板がえらい泥まみれです。ふう、怖い。まだ引き返すことはできますよ、ここまでだったらまだ引き返すことはできます。そしてこの先の超絶ヘアピンカーブ、オプス、 GTR 大きすぎて1回でターンしきれません。わお、グレート、切り返しです。そしていきなりの、おう、シャドウきつい、シャドウ 20% ぐらいあります。わお、わお、おう、砂利道、いきなり砂利道です。マジですか、想像してませんでした。ウプス、おう、ほう、ほう、リシェット、今なんかガリガリって音がしました。わ、
Amazing! まさかリアディフューザーフィン、リアディフューザーフィン、ガリっちゃいました、ガリっちゃいました。エアロダイナミクス、ダイナシーマンドリルです。だけどもここから引き返すことできないですね。こんな細い道 U ターンできないです。行くしかありません。序盤からすでに手に汗握る PJ トッツァン坊や荒北亀、もう後戻りはできないんです。わー怖い。時速10キロ以下、徐行ですね。徐行でトロ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 、ギアはひたすらローギア。わーお、GTR 宝の持ち腐れ。めちゃくちゃスローです、めちゃくちゃスロー。見てください、わだち、わだちの上をそろりそろり走ってます。危ない。見てください、ところどころ大きな穴ぼこが開いてるので、そんなところにタイヤを取られてしまったらスタック。そしてさらにはマフラーやリアディフューザーフィン引っ掛けて走行不能になってしまいます。スタックしたら走行不能です。ここは慎重に行くしかありません。我慢しましょう。今のところ U ターンできないですね。広くなっていたとはいえ U ターンはできない。うわ、ここら辺から道がやばいです。道がえらいことになってます。穴ぼこだらけ、ボッコンボッコンです。ボッコンボッコン、車も左右に振りながら穴を避けつつ、さらに最直行。うわ怖い、来なければよかった、来なければよかった。そして GTR 仲間の人たちには、旧天城隧道、旧天城トンネルは心霊スポット、心霊スポットと呼ばれるだけではなく、本当に本当に幽霊が出るという噂なんです。これやばい噂です。本当ですよ、霊感の強い方いらっしゃるんです。 PJ トッツァン坊やの GTR 仲間の中にとってもとっても心霊現象に詳しい方、霊能力とまでは言いませんが霊感が強い方いらっしゃるんです。その方が若かりし頃にこの天城隧道、天城街道、旧天城街道に挑戦した時ね、若かりし頃やっぱり皆さん血の気が多いです。生きて、いや俺お化けなんて怖くない、ね、お化けなんて怖くない、そんないるわけない。そんな方々たちと一緒に旧天城街道、旧天城隧道チャレンジをしたらしいんです。その方が行かない方がいい、行くとえらい目に遭う、絶対に行かない方がいいって言われていたんですが、 PJ トッツン坊や若かりし頃の荒北亀はいやいや、お化けなんていないでしょう、幽霊なんているわけない、それは人間の想像力が生み出した幻だみたいな、ね、感じで生きてこの天城街道、旧天城街道にやってきましたが、違う意味で今手に汗握るスリルドライビング楽しんでます。怖い、ここ大丈夫、大丈夫ですか。わお、いやもうね、大きな穴ぼこがあるたびに前輪後輪4つのタイヤでうまくかわせるかどうか、かわせなかった時にお腹がつっかえてスタックしてしまったらどうしよう、そんな不安常に抱えながらゆっくりゆっくり徐行、そして時には再徐行。わー怖い、こんな思いするんだったら来なければよかった、大事な大事な GTR フルローン5年ローンで月々9万円以上払って買ったこの大事な貴重な車種、傷つきマンドリル。わお、いけますか、いけるんですか、いけないんですか、もうそれしか考えられません。行くべきか行かないべきかじゃないです、行くしかないんです、行くしかないけど本当に行けるのか、それしか考えることできません。手に汗握る脇汗びっちょり、わお、ダサい、ふうふう、過呼吸マンドリルです。わお、ここは歌でも歌って気を
紛らわすしかありません。どうしよう、何歌おう。ここは旧天城街道、そして旧天城随道を目指す。うわちょっと待ってください、ちょっと待ってください。ここ今までで一番きついですね。穴ぼこが無数に開いてます。避けるの大変です。うわギリギリ、今度左のガードレールにボディを擦らないか心配まぐる。いやでもいい、歌を歌おう、歌を歌って落ち着かせましょうね。行きます。じゃああの歌を歌います。あの歌を歌っちゃいます。聞いてください。 DJ とっつん坊や天城越え。隠しきれない映りががいつしかあなたに染みついた。誰かに取られるくらいなら、ちょっとキー高いかな、あなたを殺していいですか。涙が新しいルートに切り替えます。隠れ宿つづら折り常連の滝舞い上がり揺れ落ちる肩の向こうにあなた。山が燃える何が、高いですね、キー下げます。何があってももういいの。クラクラ燃える日をく、ちょっと低すぎますね。何があってももういいの。くらくら燃える日をくぐり、あなたとを越えたい。天城越え。まだ続くんですか。まだ続く。2番に行きたいけど、ちょっとあとどれぐらい続くんですかね。今どれぐらい走ってんですか。もうそれすらわからないです。あとどれぐらい続くのか、今どれぐらい走ってるのか、もう無限回路、ドラゴンクエストの無限回路を走ってるかのように恐怖しかないです。これいつ抜け出せるのかわからない。そんな恐怖に打ち勝つために歌を歌いましたが、もうそろそろ限界です。限界なんです。道広くなりました。これこのまま広い道で続いてください。お願いします。狭い道はもう勘弁マンドリル。狭い道はご勘弁マンドリル。大事な GTR 傷だらけマンドリル、傷だらけマンドリルは勘弁してください。これ以上ディフューザー、リアディフューザー、フロントディフューザー擦っちゃったら修理代、部品交換代100万円超えです。100万円超えは勘弁マンドリル。100万円超えは勘弁マンドリル。保険使う、保険使ったら保険料高くなる。もういろんなこと、いろんなこと考えちゃいます。あれ目の前なんか見えてます。アスファルト路面ですか。ひょっとしてアスファルト路面、アスファルト路面が見えてきました。はあ、マジでここからはひたすらアスファルト路面。ひょっとしてここからはアスファルト路面ですか。さすが観光地。ふうふう、ターマック、アスファルト最高、最高です。アスファルト路面、これ右ですかね、よくわかんないけど登ってるから右行きましょう。ふう、最高。今まで走ってたのは本当の旧道、観光地になっていない旧道だったんですね。観光地になっている場所はアスファルトしっかりしていて走りやすいんですか。なんだ、びっくりさせないでください。 PJ とっつぁん坊や、あの道が永遠に続くのかと勘違いしてました。無限地獄、永遠に続いてしまったらね、本当大変です。やっぱりさすがね、観光地ですね。天城越え、ね、天城越えでも有名な天城街道、そしてね、伊豆の踊り子でも有名です、ね、こんな道がね、こんな有名な道が舗装されていないわけがないんです。行きましょう、ガンガン行こうぜ。うう、最高、気持ちいい。アスファルトの上最高、文明の力最高です。いやー、
ジャパニーズ道路、ジャパニーズロードはね、税金で作られた道、アスファルトがないわけがないんです。 Yes! フー最高、アスファルト最高です。 Great! このまま頂上まで一直線、 Yeah! Great! 駆け上ります。徐行なんて一切しません。行きましょう。バス停があります。 Yeah! バス停があるということはこの先も道は安定。お、Holy shit! なんか道が大丈夫ですね。大丈夫です。道が一瞬埃まみれに見えました。たが砂利道、再び登場。お、ここ今戻ろうと思えば戻れる、切り返しすれば戻れる、 U ターンできるけど、ここまで来た以上取れ高が必要です。取れ高必要ですね。 YouTuber に必要なものは取れ高を無駄にしないためにも、無駄にしないためにも、これまでの努力を無駄にしないためにも、動画を完成させること、これは動画家としての使命です。そしていきなり大穴マンドリル、わお、大丈夫です。動画家はこれぐらいのことでは諦めたりしないです。よかった、一回アスファルトにね、アスファルト路面に出たおかげで PJ とっつぁん坊やちょっと気が休まりました。でもあとどれぐらい続くんですか、わからないです、わからないけど、やってみなくちゃわかんねえ。あ、カカロットの名言にもありますね。クリアできるかできないか、勝利することが できないかできるか、それはやってみないとわからないんです。なので PJ のとっつぁん坊や、 PJ のとっつぁん坊やは路面の大きな穴ぼこをものともせず頑張っていっちゃおうと思います。でもなんかさっきより路面が荒れてきているような気がするのは勘違いなんでしょうか。勘違いじゃないんです。怖い。それじゃあ再び歌でも歌いながらこの恐怖紛らしていきましょう。あれ、2番の歌詞わかんないな。ちょっと検索します。ちょっと検索です。ながら運転じゃないですよ、これは、アテレコです。アテレコなんでながら運転じゃないです。オプス、危ない。おお、ワゴン車すごいスピードで下ってきてました。これ PJ とっつぁん坊やも飛ばしてたら正面衝突、そしてここね、たまたま広かったからかわせましたけど、この狭い区間であのワゴン車とエンカウントしてたらと思うとゾクゾクします。やばい、めちゃくちゃゾク。あ、見てください、なんすかこれ、なんか崖崩れ起きたのかな。右側になんか壁できてますね。そしてめちゃくちゃ道が荒れてる。うわ、ここ過去最大にきつい場所です。行きます。怖い。大丈夫だ、いける。 OK、 通過。じゃあ2番行きましょう。それじゃあ2番行きます。天城越え2番。口を開けば別れると、させたままの我がなす、二人でいたって寒いけど、嘘でも抱かれりゃ暖かい、わさび沢隠れ道、さよしぐれ寒天橋、恨んでも体裏花、あなた。椿鬼奴みたいなやつなんですね。 PJ 椿鬼奴です。山が裏声でいきましょう。くらくら燃える地を果て、あなたと越えたい、天城越え、走り水迷い恋、風の濡れ
柳ついたら恨んでも恨んでも体が恨むあなた椿鬼やく喉おかしい喉おかしい戻れなくてももういいのくらくら燃える血を果てあなたと越えたい甘気Go away! Wow! Oh, great! Holy shit! Amazing! 天城随道 Q 天城随道到着マンドリル Wow! Ooh! やっと到着歌を歌ってるうちに着きましたちょっと記念撮影してきます記念撮影してきますちょっとお待ちくださいYeah! Q 天城街道見事制覇いたしましたそれでは最後にこの旧天城トンネル、皆さんにご覧いただきながらエンディングに入っていこうと思いますそしてこの旧天城トンネル1905年明治38年に完成したこちらの旧天城トンネル全長は 445.5m そして、石造り道路トンネルとしては日本で初めて作られたトンネルです、まあ、当時の明治政府、技術の粋を集めて作ったこの巨大建造物今でいうとね東京湾アクアトンネルや首都高速山手トンネルのようにね当時の技術を駆使して作られた素晴らしいトンネルなんです歴史を感じますねかっこいい素晴らしいこのね石造りのトンネルねあんまり見ないですよねハイカラさんで通るとかそういったものでしか見ないんじゃないでしょうか素晴らしいかっこいいそしてここね、まあ、心霊スポットとしても有名です稲川淳二さんの、天城トンネルっていうねお話があるんですけどね、まあ、興味がある方、この旧天城トンネルのいわくつきのトンネルですちょっと興味がある方は稲川淳二さんの天城トンネルちょっとね調べてみてくださいふう出口ですトンネルを抜けるとそこはどこだったんでしょうどっか分かりませんね伊豆の踊り子ですふういやあ段差すごい段差すごい、 いや疲れましたいい旅になりましたねおお最高あそれでまたねこっち側に車を止めて記念撮影をしてお別れとさせていただきマンドリルイエーふう天城峠の森林浴気持ちいい最高ふうイエーさ記念撮影しましょう。最高、今日の動画楽しんでもらえましたか？もし楽しんでもらえたなら高評価チャンネル登録よろしくマンドリルですそれでは次回の動画でまたお会いしましょう PJ とっつぁん坊やはクールにされたいと思いますバイバイアリーベッデルジさよならだふー